新しいライブの世界の楽しみ方を僕たちは作んなきゃいけないし、で、その新しいライブの世界に、どうも、源健太郎です。久しぶりにちょっとコロナウイルスとこのライブアイドル業界の話みたいなのしてみようかなと思うんですけども、ライブがすごい増えてきてるじゃないですか、まあ、やり始めて戻ってきたというかね。結構ツイッターとかでタイムライン見てても、いろんなアイドルさんの出演するライブのタイムテーブルとかがね、結構日々宣伝されてて、まあ、あの週末になるとね、やっぱこうバーッとそれをすごい量増えたなと思うんですけど、なんかね、東京都は感染者が増えてきてますし、人が集まるそういうライブイベントっていうのをこうやっていくっていうのが、やっぱりこう価値観が事務所によって価値観が分かれてしまう、ちょうど今狭間の時期なのかなというふうに思うんですけども、まあ、僕はね、個人的にはあの考えっていうのはもう全然変わってなくて、僕多分3月か4月ぐらいにこの YouTube の動画でアップしてるんですけど、これからはもしライブができるようになったとしても、ワンマンライブの時代になると思いますというふうに言ってるんですね。で、その気持ちはもう本当に今も全く変わってなくて、今だから対バンライブがぼちぼち地下のねやつが始まって、それに出てる人たちいますけど、これまたちょっとね、僕低評価が増えるような表現になるかもしれないけど、やっぱり今対バンライブをバンバン出てる人たちはすごい、センスのない判断だなと正直思います。僕たちは一応9月に生まれ変わるということで、一応9月23日に照準を合わせて準備をしているんですが、もしそうじゃなければっていう、これは仮定ですけど、おそらく8月にもともと去年からやってきた真っ赤なゴールデンでグループを続けてね、こうライブをやるとしたら、おそらくだけど、もうワンマンライブをどんどん、打っていくというような多分スタイルを始めてると思います、この夏に、もしライブができるようになったら。なので今ね、対バンライブに出ているっていう人たちはすごいコスパの悪い、アイドル事務所としてはね、コスパの悪い時間の使い方をしてるなと思って、なんかもったいないなと思います。やっぱり今ね、こう今までよりもこうライブ単価っていうのがちょっと上がってしまって、で実際対バンライブで朝から晩まで例えば2000円とか3000円で見れたライブが、今それを3ブロックに分けて、例えば1部に2500円、2部2500円、3部2500円みたいな感じで、トータルで考えると、すごい1日こう1つのライブハウスで楽しむっていうのがすごい高単価になっていて、でそうなってくると、でそれはなんでかっていうと、ライブハウスの商売を維持するためのおそらくシステム で、でアイドルグループが儲けるためのその価格設定のシステムにはまだ到達してないように思います。でやっぱ僕はそれをしていこうと思うと、まあ、僕はねアイドル事務所をこう経営している立場でグループをね運用していく立場だから考えるんですけど、そう考えると対バンライブに出ることよりも自分でライブハウス借りてワンマンライブを売っていく、でその代わり、まあ、入場者数もね、制限されるので、チケットの価格をまあ、これまでの例えば倍ぐらいの値段にして、でその値段に見合った、まあ、お客さんが来てくれるアイドルライブっていうもの、ワンマンライブっていうものを、まあ、作っていく、でそこでお客さんと価値観をこうすり合わせていくっていうような作業をおそらくこれからしていかないと意味がもうないのかなと思います。まあ、商売としては破綻しちゃうというかね、なんかメリットのない、まあ、これまで以上に対バンライブが、メリットのあるようでないような、なんか世界になっていくんじゃないかなというふうに思っています。実際ね、9月23日に、僕が借りてるというかね、うちの事務所のライブをやる渋谷のエッグマンさんは一応ね、45席から50席で、一応開催をするという方向で今、準備をしています。まあ、それは、僕の意向ではなく、当然ライブハウスのエッグマンさんの、営業の、ルール、ね、今のこのコロナの状況で、ね、いろんな、状況の中でエッグマンさんが、自ら貸したその条件なんですよね、それが。でなんで僕はまあそれに従いというか、その中でじゃあちゃんと収益も上げて、当然エッグマンさんに利用料もお支払いして、でなおかつうちの事務所としても、ちゃんと、ね、収益を赤字にならないような、価格の設定にして、でそれに見合った内容の、ものをライブで見せるっていうのを、まあ、今こう
最終の、ね、急ピッチでもうほど、まあ、本当にこのコロナの状況次第ではまた今何かをこう決めてもね、また9月になったらいろいろ変えなきゃいけないものがあるかもしれないですけど、そんな感じで今ライブのね、ワンマンライブを準備をしています。なので今こう台湾ライブに出ていく、まあそれはまあ言い方変えるとというか、その新しい、まあ、生活様式って言葉がなんかありますけど、その新しいライブの世界の楽しみ方を僕たちは作んなきゃいけないし、でその新しいライブの世界にお金を払ってくれる人たちっていうユーザーをこれからこう見つけていったり増やしていかなきゃいけない。だから必ずしも今までファンだった方たちがそのままファンでいてくれるっていう保証なんてやっぱないと思って僕たちはやっていかなきゃいけないし、当然ね、そのライブの本数っていうものも今までだったらね、毎週2本3本ってあったものがこれからは本当にじゃあ月1本になりますというような形になって、その中で、ね、ファンの人たちの熱量だったりとか、まあ、ただ僕たち、ね、作る側演じる、ね、そのアイドルの子たちのモチベーションっていうのも維持しながらこうプロダクション運用していくとかいうようなところはやっぱ考えていくしかもうないだろうなというふうに思っています、ね、でもね、本当これが僕はすごい一番地下アイドルの世界にとってはいい流れというか、それをやっぱ挑まなきゃいけないなと思ってるのが、やっぱりこう、ね、僕たちは商売のお金の規模こそ小さいけども、メジャーの人たち、ね、大手の人たちと同じような感覚の商売の作り方っていうのをこうやっていけるチャンスじゃないかなと思います。うん、まあそもそもがなんですけど、まあ大手芸能プロダクションや有名、ね、有名なアイドルグループのメジャーの人たちって、いわゆる対バンライブなんて基本的にほぼやってないじゃないですか。全部自分たちのね、あのツアーというか、そういうコンサートをやるというかね、またね、こう一部フェスみたいなものには出るけど、基本的にはじゃあ、こうライブをやります、コンサートをやりますっていうのは、その地下のアイドルの世界で当たり前のね、こう10組、20組みんな集まるみたいなことを日常的にやってるわけじゃないじゃないですか。だからその メジャーの音楽シーン、アイドルシーンの人たちと、ちょっとね、同じような世界観に僕ら地下の世界が今挑めるチャンス、挑戦できるチャンスでもあるなと思うんですよ。だから、ね、僕は今まではね、例えば2000円とか2500円、ね、3000円ぐらいまでこうライブを作ってましたけど、それはやっぱり自分たちが無名だからとかさ、うん、そういう部分もあっただろうし、その値段で、まあ、ただ台湾ライブっていう部分でたくさん延べ人数入れて、まあ、ライブハウスだったり、まあ、イベント会社だったりが、まあ、収益上げるっていうような、まあ、ところからこうなってた仕組みですけど、やっぱりじゃあ5000円とか6000円のライブってなんで地下のワンマンライブではなかったのかとか、世界ではないのかっていうと、やっぱりそれはなんかメジャーの価格というかさ、自分たちはそんな価格でお客さんに来てもらう力がない、実力がない、ね、そのだからお金を払う価値が自分たちにはないっていうのは認めていたようなものだと思うので、だからそこをね、じゃあ5000円6000円払って見に来てもらえるものを僕たちは作れるのかというか、作らなきゃいけないっていう状況に今なって、これ初めてそういうメジャーの人たちとこう戦うっていう感じではないけど、でもそれに通ずる同じジャンルのこうアイドルなんだと言って胸張れるようなものに これから成長していくためにはいいチャンスかなと僕は個人的には思っています、うん、なのでこう、ね、台湾のイベントっていうものを主軸にせず、むしろ台湾のイベントっていうものを、ね、その特別なものに、メジャーの人たちがそういうフェスに出るような感覚で、台湾イベント、ね、そういったたくさんのアイドルが集まるものに出るのは特別なことに変えて、でワンマンライブを日常にしていくと、うんね、今までは逆でした、ね、それ台湾ライブが日常でワンマンライブが特別なもんだったんだけど、そこの価値の転換っていうのをちょうど今このコロナとともにこの地下のアイドル業界はしていけばいいんじゃないかと思います。だから、まあ、うちの事務所は、まあ、僕の考え方に沿って運営していくので、僕たちは多分そういうような戦い方を9月以降していければいいなと思って今準備をしていますというような、話をはしておきました。というわけで今日の動画はここまでです。まあこれからね、この業界どうなるか分かりませんが、一緒にいろんなことを考えて頑張っていけたらと思いますので、応援してくれる方もいろんなアイデアがあったら教えてください。というわけで最後に出ていただいてありがとうございます。もしよければチャンネル登録もお願いします。